30周年の J リーグ、完全にオワコン化している、プロ野球と対照的、ワールドカップ後も人気回復せず。J もそれなりに面白かったけど料金が高すぎて解約したわ。プレミアが年間9800円で見れるのに対して J リーグは年間3万円。もうアホかと。ダゾーン相手に目先の金に走った結果だろ。金に目がくらんでダゾーンなんかに放映権売ったのが間違い。これのせいで一元さんすら生まれにくい環境になった。ガンバのサポーター見てると子供連れて行きたくないわな。キャプテンまで泣かせてアホだろ。ガンバサポみたいなくだらない応援団で見る気なくす。サポーターが怖い、裸になったりでかい旗振るのをやめさせろよ。あんなもの外国の真似するな。試合数が少ない、選手交代枠増やして試合増やせないもんかね。週1なのが問題じゃない、週1なのに多くのチームがまともに集客できてないのが問題。平日に試合をしたら数千人しか集客できない。チーム多すぎなんだよ、静岡に住んでるけど J2 に3チームってもうアホかと。カズとイニエスタ、ナキアと、もはや一般人が知ってる選手いないからな。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。